はい、皆さんこんにちは。 YouTube にアップされているアニメクズの本懐のコメント欄にいるやつら全員童貞。はい、というわけで今回は正月ガシャを10回ほど引いていきたいと思います。まあ、100個あるんですけど、まあまあまあ10回でいいでしょう。あの確率がね 1% なんですよ。だからまあきついということでね、まあ、欲しいんですけど初詣リゼ、もうね、あのひなみもね、まあひなみはなんていうのかな、見た目的に欲しい、リゼは性能的に欲しいって感じかな。確か俺リゼってさ、あのカグネカラーついてんだっけ、なんかついてたような気がする、うん、だから欲しい。よし、やっていきましょう。もう10回なんでね、パッパッパと引いて、単発4、いつもみたいに単発4の、6連1回でいきますか。こういう時に限ってね、引けたりするんだけど。まあ引けなくてもいいですよ。これはもう記念に引いてるだけなんで。前にも言ったと思うんですけど、運営から差し出されたガシャは、必ず美味しくいただくと。毎回毎回ね、とりあえず10回は引くみたいな。ウィさんさ、SSR プラスさえさ、俺んとこにさ、来てないんだが、君。何やってるんですかね。いや、何回だっけ、今3回目か。見事に SR しか出てないんだけど。待てよ、6連だから。単発4、単発4に、あ、いいんだよな。単発4に6連1。ああ、6連いきますか。まあ、50個ぐらい残しときゃ、次のイベントもどうにかなるでしょう。ランキングが来たり、レイドが来たところで、まあ大丈夫だと思いますね。はい、金でした。ああ、欲しかったな、初詣リゼ。まあ、ここで SSR 来たところで、アヤトとか、まあ、そういう感じになると思うんですけど、ひなみかな。あ、歌さんいたか。忘れてましたね。危ない危ない危ない、いかん、あかん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 、これ以上引いたか。よし。すげえ短くないか、この動画。まあいいでしょう。お手頃でしょ。見頃、なんて言うんだろう、うん。サクッとできていいと思いますね。というわけでお疲れ様でした。とりあえずお正月ガシャを10回ほど引くというなんかわけわかんない動画でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。